アダム・クリストファー・モーガンは、アメリカ合衆国フロリダ州タンパ出身の、プロ野球選手。左投げ左だ。MLB のシカゴカブス所属。愛称は、A モー。2011年の MLB ドラフト30目で、フィラデルフィア・フィリーズから指名され、プロ入り。契約後、参カの A マイナス級、ウィリアムズ・ポート・クロスカッターズで、プロデビュー。 11試合に先発登板して3勝3敗、防御率2.01、43奪三振を記録した。2012年は AA 級クリアウォータースレッシャーズと AA 級レディングフィリーズでプレイし、2球団合計で27試合に登板して8勝11敗、防御率3.35、169奪三振を記録した。2013年はルーキー級、 ガルフコーストリーグフィリーズとトリプル A 級リーハイバレーアイアンピックスでプレーし2球団合計で18試合に先発登板して2勝8敗防御率3.9157奪三振を記録した2014年は回戦筋鍵盤の故障のため登板することはなかったオフの11月20日に40人枠入りした2015年は開幕を トリプル A 級リーハイバレーで迎えた後、6月19日にメジャー初昇格を果たした。メジャーデビューとなった6月21日のセントルイスカージナルス戦で5.2回を1失点と、高騰した。この年メジャーでは15試合に登板して5勝7敗、防御率4.48、49奪三振を記録した。 二千十六年は先発ローテーションに入って二十三試合中二十一試合に先発登板したが二勝十一敗、防御率六点零四、ホイップ一点五零と大きく負け越したシーズンとなった。なお、マイナーのトリプル A 級リーハイバレーでは八試合中七試合に先発登板し、六勝一敗、防御率三点零四、ホイップ一点零五、五十点一イニングで五十二。 脱三振を記録する高騰を見せた。2020年オフの10月28日にマイナー契約となった後 FA となった。2021年1月にシカゴカブスとマイナー契約を結んだ。6月29日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。ありがとうございます。